皆さんこんにちは、トリトン減額五重相談ということで、いつもはトリトン減額四重相談というふうに言ってるんですけれども、1本このコントラバスが入るというところが今日のまさにいいところでございます。やはりそのこれだけ広い空間ですと、この空間を音で埋めるためにはやっぱり重低音、響きがあった方がいいだろうということで、コントラバスを特別に今日はフィーチャーいたしまして減額五重奏ということです。で今日のメインはそういう意味で、コントラバスが入る減額五重奏っていうのはもうこの曲しかないというふうに言われているようなドブレダークの減額五重奏の1楽章がメインでございますけれども、それまで、さまざまな曲を演奏してまいります。曲の紹介は他の団員が担当ということで、私はメンバー紹介を先にやらせていただきたいと思います。では、第一バイオリン野村照子、第二バイオリン高木優子、一人飛ばして、ビオラ高橋楓、コントラバス稲垣理恵、で私が本日市内会公会の代表しております三木隆二郎でございます。テロを担当です。ではまず、一曲お聴きください。
皆様こんばんは。1曲目にお送りしたのはモーツァルト作曲のアインクラインでナハトミジークでした。この記念となる星に華やかな曲で始めようと思ってこの曲を選ばせていただきました。続いてお送りする曲ですが、吉松隆作曲の曲となっております。なんでこの曲を選んだかという説明を私がしようと思います。例年、去年も私この演奏会に参加させていただいたんですけども、あの背景に飾ってある絵にあった曲を1曲お願いしますというリクエストをいただいて曲を考えたんですけど、メンバーでなかなかちょっと思い浮かばなくて、まあ、とりあえず日本人の作曲家がいいんじゃないかみたいな案が上がったんですけど、そこで吉松隆を選んだ理由を説明します。吉松隆は、まあ、今も生きていらっしゃる作曲家なんですけども、今70歳、ちょうど70歳ぐらいかな。で、まあ、今日演奏する曲もそうなんですけど、ピンク・フロイドなどのプログレッシブロックが大好きで、まあ、一時期そのバンドでキーボードを弾いてた時期もあるという珍しい作曲家なんですけども、あの今の現代音楽って無調という調整がなかったりコード進行をしないという、まあ、流派が主流となってるんですけど、それに反旗を翻して、まあ、無調じゃなくてちゃんと調整があったり和声の進行とか考えた曲を作ろうよというふうに言ってる作曲家であります。でそれに対してこの龍子さん、この絵を描いた龍子さんも最初は西洋画を描いてたんですけども、アメリカに渡った時に日本人の西洋画は通用しないと思って日本画に転向して、でもその時代の日本画は個人で一人で静かに鑑賞する日本画が主流だったんですけども、こうやって大きく何枚もつなげて描くような大きくて、そして派手な色使いで、そんな静かなところで鑑賞する日本画じゃなくてもっと広い会場で楽しむ日本画がいいんじゃないかっていうふうにまた反旗を翻したという、なんかその時代の主流を行くんじゃなくて自分がいいと思う流派を貫くっていう、その姿勢が二人の共通点かなと思って今回は吉松隆さんを選ばせていただきました。で今回は、アトムハーツクラブという曲の弦楽四重奏版にコントラバスを加えた形で演奏させていただきます。4楽章を演奏するので、まあ、皆さんのクラシックの気分からロックの気分に切り替えてお楽しみください。Thank you.
皆さんこんにちは。本日は本当にこんな大変なお天気の中、ようこそお越しいただきました。ありがとうございました。ですね、私は実はこちらにお邪魔するのが、今日で3回目になります。1回目はですね、もうコロナ真盛りということで、お客様をお迎えすることができずに、ここでビデオに撮っていただいてそれを流すという形を取らせていただきました。で、去年ですね、去年やはりこの時期だったかと思います。その日もお天気悪くて暴風雨の中帰った記憶があるんですけれども、その時はそうですね、今日のやっぱり半分ぐらいのお客様、人数もだいぶ今年よりかも制限されてたようでお客様でした。今日は今年は、さらに、去年よりかも、多くのお客様をこうやってお迎えすることができて、一度非常に嬉しく思っております。そうですね、実は私、この近所に住んでおります。去年もこの話をしたので去年もお越しいただいた方は覚えてらっしゃるかもしれませんけど、ここから桜並木をずっと行って、右に曲がって二国の方に行くと、すみません、ローカルの話で、時々桜並木を徘徊していることがあるかもしれません、ウォーキングと称して、はい、見かけたら別に声かけていただかなくて結構ですけど、なんかいるなみたいに思ってください。はい、そういうことで、こういった地元でこういった形で素晴らしい絵の前で演奏させていただくことが非常に嬉しく思ってます。はい、で、次にお届けする曲なんですけれども、ベンジャミン・ブリテンという、イギリスの作曲家ですね。指揮もなさってピアノを弾いて作曲もするという、マルチな、そういう方多いんですけど、マルチな方です。1913年から1976年に、20世紀ですねの方ということです。イギリスの人です。で、非常に有名な戦争レクイエムとか、いろんな傑作もたくさん残している方なんですけど、今回の、こちらは、弦楽のための曲ということで、20歳の頃にですね、自分が、それまで、ちょこちょこと書き溜めてた曲を、こういった形の4つの小曲の編成で、一応名前はシンプルシンフォニーという形に付けたということです。はい、それでは、ベンジャミン・ブリテンのシンプルシンフォニー、実はちょっと多分プログラム日本語副題がついてるんですね、4つの小曲なので、その間拍手は結構ですので、4曲数えて拍手は4曲終わった後にしていただきたいんですけれども、副題がついてまして、多分プログラムは、日本語の訳の副題なんですけれども、もともとこの方イギリスの方なので英語で副題がついてます。実はそこに一つ、面白い、一つのパターンが、副題の付け方とにパターンがあって、あと作曲家の名前と、あと英語でのこの曲の名前に実はあるパターンが潜んでますので、ぜひ皆様お家に帰られてですね、ウィキペディアかなんかでブリテンシンプルシンフォニーというふうに調べていただいて、読んでいただければもしかしたら何かわかるかもしれません。それを楽しみにして、これを聞いた後にお帰りください。はい、それでは映像に入らせていただきます。ありがとうございました。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
皆さんの熱い拍手にお応えしてもう一曲、はい、ちょっと暑くなりすぎましたので、クールダウンということで、見上げてご覧夜の星をお聞きください。皆さんもう一度トリトン弦楽五重奏団の皆様に拍手でお願いいたします。